扉の先に何が待ち受けてるか。悪い、すぐ行く。新しいはしご発見だな。あんまり先走るなよ。まっすぐ進めれば早いかな。聞いてくれ、俺の見つけ仲間も全員挙集できる。ここまで来れたのはお前らの手助けがなきゃ何もできなかった。やれやれ、ジメジメした場所は会いたかったぜ。なんでも新しくできた保護区に俺赤毛のやつの紹介でそこやったぜ。 お前たちにはいろいろ世話になったな。よかった。何があったの？大きな地震が起きたと。おまけに聞いたこともないようなおたけ。どの吸血ガスを強化したい？無事。今の俺を存分。一見無謀にも思えこの料理。濃く。本当。おお。シルバの。どうしたのですか。お前が能力テストオール A の村雨さんか。以前何かやってたのか。
はい、体操少し。体操？ちょっと待て。お前、代表選手の村雨か。なるほど、道理だ。お前は第二部隊に配属だ。戦闘は体操とは違うぞ。心してかかれ。はい。村雨、またロストの撃破数で記録を更新したそうだな。お前のことを夜叉と呼ぶ者までいるとか。恐縮です。とにかくこの調子で頑張ってくれ。喜べ、お前に昇進の話だ。石膏部隊をお前に任せたい。私にですか？ああ、少数精鋭のベテラン揃いでな。半端な奴では言うことを聞かんのだ。お前ならベテラン連中も一目置くだろう。くれぐれも舐められんようにな。レブナントとして目覚めた私は、周りに言われるがまま戦闘にのめり込んでいった。そうすることでしか目の前の絶望から、今は戦うことすらまとも記憶を取り戻していけば何かわかるのか。正直言うと、この頃のことを知るのは怖い。この頃は灰になるのも恐れてなかった気がする。それにしてもヤシャってあだ名ひどいよね。裏は うるさいな。ちょっと張り切ってただけだから。どうしたので？本日付で本部隊に隊長として配属になったリン・ムラサメだ。これからよろしく。あんたがヤシャって呼ばれてる戦闘マニアかい。年はいくつだい？16。まだほんのガキじゃねえか。やってらんねえな、まったく。おい、そこ何休んでる？今は休憩時間じゃないぞ。怒鳴らなくても聞こえてるよ。こんな訓練で音を上げてるようじゃ実戦では役に立たないことを忘れるな。大子は厳しいね、我ら隊長さんは。この時はとにかく必死だった。ベテラン兵士たちを私が引っ張っていくんだって。うん、そうだね。あのさ、もし他の記憶を見つけたら教えてくれるかな。手間を取らせてしまって悪いんだけど、お願い。どうしたのです？ロスト撃退！大将、こっちも一体倒したぜ。ロストの数が増えてきた。クイーンは近いぞ。隊長、クイーンを発見しました。よし、すぐさま本隊に連絡だ。
隊長、そんな時間はなさそうだぜ。なんだって？ロストにすっかり囲まれちまった。おい、早く退却するぞ。あ、退却ったって、周りは敵だらけだ。どこに逃げりゃ？サーチの、いや、独自の方向に。ダメです、そっちにもロストが。隊長、師匠、隊長。重い。出した。ロストに退路を塞がれて、仲間が次々と消されていった。私は仲間の死に動揺して、舞台の悲鳴が聞こえるたびに、どんどん気がついた時には私だけが生き残ってた。きっと助けを求める部下を置き去りにして逃げたんだ。うん、怖かったんだ。また仲間、ありがとう。原因が分かっただけでも、やっぱり私はここにいるのが性に合ってるみたい。戦場に出なければみんなを裏切ることもないだろうから。どうしたのですか？隊長に何を？当て身で眠らせた。見ろよ、まだ寝顔はあどけないもんだ。夜叉って言ってもまだ16歳の少女だ。ここで死なせるわけにはいかないだろ。お前、全員聞け。ここから先は俺が指揮を取る。隊長を助けるぞ。いいな。たく、仕方ねえな。やるか、お前ら。おう！俺たち全員で敵の目を引きつけ、一点突破でいくぞ。おう！もう大丈夫だろ。ひるむんじゃねえ。最後の最後まで一匹でも。隊長、目を覚ましたらきっと怒るだろうな。ただいくら強かろうが厳しかろうが、俺たちにとってはあんたは娘みたいなもんなんだ。頼むから生き残ってくれよ。してどうしようもないほどバカで、お人よしで、生きて会えたらたっぷり絞ってやるのに。
とう。あなたのおかげで過去と向き合うことができた。もううじうじしてられないね。また戦えるようになるかわからないけど、前に踏み出してみる。あなたやルイやみんな、そしてあいつらのために私も頑張らないと。本当なら俺が案内してやろう。行き先を選んでくれ。深追いは禁物だ。張り切って行こうぜ。いつでもどうぞ。なんだありゃ。この現状見ない。そいつは掘り出し物だ。どうだ。少しずつ片付けるぞ。なんとかなったな。まっすぐ行けたら楽なんだが、いつでもどうぞ。敵が嫌がる。ここで戦うのはうまくねえぞ。
やったな。ならなくてよかったな。地上までどのぐらいあるんだ。知るなよ。肩すかし食らったな。
備えあればってな。だらけだ。足場に気をつけな。面倒な場所で。やるじゃねえか。使えるもんはいただいとかないと。手つかずのものが多いよ。場所を変えた方がいいぞ。こいつは掘り出し物だ。ここで戦うのはうまくねえぞ。やったな。
お、使えそうか。お前それ。ここで戦うのはうまくねえぞ。簡単には通してくれなさそうだ。なんだ、見かけ倒しか。最初にいた広場が見えるな。これで飛び降りずに済むな。さて、中身は何だ。崖沿いに敵が並んでるな。お、使えそうか。立ち位置気をつけろ。ち、向こうに敵が嫌がる。こんなに積まれちゃ違和感しかねえ。いつでもどうぞ。目ざといじゃん。Thank you.
それ。いつでもどうぞ。使えそうか？あんまり崖っぷち行くなよ。よく見つけたな。あんまり先走るなよ。使えるもんはいただいとかないとな。できるな。近づいてみるとでかい建物だな。備えあればってな。随分遠回りしたが、たどり着いた。助かる。決まっていくぞ。
お待ちください。先ほどのロストから血影が一つ、それもこの血影、どこか懐かしい感じがするのです。この血影にどのような記憶が刻まれているのか見せてはいただけないでしょうか。できるのなら苦しむ人を支えてあげて、それで少しでも苦しみを和らげられるのなら、苦しむ者を支えたいという思いと自らへの絶望と諦めの思いが交錯して、クルスさんの血影から私たち侵害の伴侶が生み出された。再び罪を重ねることを恐れ、寄り添うことしかできない不完全な存在として、シルバさんのもとに一緒に行かせてください。クルスさんは最後までもがき戦い続けていました。クイーンとして渇きに苦しむレブナントを救うために、ただ支えるだけではなく救いたいのです。彼女が実現できなかった思いを
他の伴侶たちのお姉様方の思いを私が代わりに届けていきたい。私がやるべきことではありません。ですが、私の心がそうしたいと叫んでいるのです。ご迷惑でなければどうか。空気がひりついてやがる。悪い、すぐ行く。真相の地図ならデイビスのところに持って行こう。今行く。えぐいありさまだぜ。シルバの兵は壊滅か。備えあればってほら。使えるもんはいただいとかないとな。あんまり先走るなよ。遺体の近くの壁は要注意だな。まずい。
ここなら戦闘になっても安心か。空気が違うやつがいるな。私は夢でも見ているのか。この混乱の最中動き回れるレヴナントがいるとは。君たちどこ所属の者かは分からぬが、私の大切な研究資料を回収してくれないか。シルバーが暴走しかかっている影響で、この辺りのレヴナントは皆引きずられてロストして、人間の私にロスト化の心配はないが、ここまで逃げてくるのが精一杯だった。だから頼む、資料を見つけたらここに持ってきてほしい。向こう側にいるロストが邪魔か。いつでもどうぞ。よく見つけたな。早速降りてみるか。意味ありげな場所だな。そうか。甘いされ。
お前それ。登ってみようぜ。気をつけろ。悪い、すぐ行く。おいおい、目ざといじゃないか。開通っと。いつでもどうぞ。ここは時間はうまくねえぞ。使えるもんはいただいとかないとな。やるじゃねえか。ちょいと動きにくいな。場所を変えた方がいいぞ。備えあればってな。どうだ。まだ遠いが、何かいるな。掘り出し物だ。こんなところで干からびるのだけは勘弁だ。使
えるもんはいただいとかないとな。待ってろ、今行く。いつでもどうぞ。広い場所に出たな。それ場所を変えた方がいいぞ。なかなか筋がいいな。柱だろ。
いつでもどうぞ。見張りが嫌がる。こっそり行くか。お前それ。これで下と行き来できるな。ずいぶん堂々と立ってるが、ほら、お、使えそうか。